には加藤は、中国の男子体操の選手。北京出身、ワンホーンウェイの監督のもとで活躍する中国の体操チームの現役選手。2015年、世界体操選手権に出場し、グループで3位、総合9位。2017年、世界体操選手権男子個人総合優勝。2018年、世界体操選手権個人総合準優勝、種目別アンバ優勝。 2020年東京オリンピック個人総合銀メダル団体で銅メダル。2010年代における中国体操最高のオールラウンダーである。世界大会個人総合で金メダルを獲得した中国選手は2008年北京オリンピックの陽武氏以来である。これは同時に2009年以来内村公平以外での初めての個人総合優勝者である。 二千二十年東京オリンピックの個人総合の競技結果について金メダルを獲得した橋本大輝の SNS に中国から誹謗中傷が殺到しており国際体操連盟が採点の詳細を説明しても収まらなかった七月二十九日午後には自身の SNS を更新し皆さんには中国選手、中国の体操、そして私にはか等を 今後も応援してほしい。だけど、スポーツ選手を過度に攻撃しないでほしい。スポーツ選手は皆素晴らしく目標のために努力をし、自らを鼓舞していると行き過ぎた行為を慎むよう、メッセージを発している。ありがとうございます。